どうなんでしょうか。なんか匂いあら、こんにちは。夏休み終わるけど宿題終わってないやつ多分いる。はい、というわけで、どうです、今回ですけども、もうなんか夏休み終わりますけどね、宿題だけはしっかりやっておきましょうということで、こういうね気を散らすような動画を撮ってしまっていることにね、ちょっと罪悪感をまあ感じないか。はい、ということで、今回ねこのグローブがあるんですよね。わかりますか、色めちゃめちゃハゲてると思いませんか。こういうグローブってもうこうなった時点で終わりなんかって言われるんですけど、まあほとんど終わりですわ。色素的にはもう残ってない。もうライフゼロです、ね、ライフはゼロに近い。でもグローブ自体はライフゼロじゃないですけどね、グローブ自体は生きてます。でずーっとほっぽらかしてたらこうなってしまったんですね。でこれどうしようかなと思って、ローリングスさんからですね、このライフゼロのグローブをですねこうなんとか復活させる色落ち防止の、維持色グラブ色落ち防止スプレーだから、帽子だからもう帽子もクソもね、もう帽子できてないじゃんっていうことなんですけど、先にやった方がいいんかもしれないですけど、これ落ちたグローブにやったらなんか効果あるんかなっていうところです。もちろんやっぱり帽子っていうことは落ちる前にやるのが効果的だと思うんですけど、このグローブがどこまで変わるんかっていうのは見ときたいというふうに思います。ちなみに、これ1080円でございまして、グラブ色落ちスプレー、グラブ赤青オレンジなど皮色落ちを緩和とメンテナンス後軽くスプレーすることで日光による皮色落ちを緩和しますということで、日光もう夏なんでね、もうだいぶもう落ちたと思うんですよね。で緩和するので今からかけて何か効果があるかっていうところを検証したいなっていうふうに思います。で、それがねもし良ければいいんですけど、さらにねここで効果が出るということは普通の買ったグローブにももちろん効果が出るんで、その辺も確認していきましょう。これでサクッとね終わらせていこうと思います。これスプレー式ですね。はい、見ていきましょう。開けますね。でこれねどれぐらい置いてたかっていうと、まあ 2,3 年ぐらい置いてたんじゃないかな。しかもあんま使ってなくて黒ワックス塗ったりとかしてるだけで実使用は1回もないんですよ。珍しいでしょ。この辺落ちてるじゃないですか。この辺かけていこう。でしっかり振ってね、こんな感じなんだ。ちょっとかけていきます。いきます。今こんな感じね。どうなるか。匂いはねすごいなんて言うんだろう、すごいむせましたけど普通にやったらむせますので、もうちょっとかけとこうか。ちょっともう極力やろうとか、別にもうこれ使わないから、このグローブどれぐらい復活したかっていうのを。戻ってほしい。どれぐらい戻んねやろ。結構かけましたよ。でちょっとこれをこうこんだけ塗ってますけど、ちょっと手でですね鳴らしてこうこうあんまり近くで匂っちゃダメですよ。なんかむせます。うわあでもやっぱり緩和だから、完全緩和するっていうことだから色落ちる前にやらないと基本的にはダメなんかなっていうふうに思います。でこの動画の意味はね、やっぱりねほらこれ色つかないじゃんとか言う人もいるかもしれないんだけど、まあそんなつかないこともないですけどね、若干ですけど、つくんじゃないかなというふうに思うのと、あとは緩和ですから色落ちる前にやるっていうのが基本原則だと思います。色素が残ってるうちにやるっていう話ですよね。ちなみに今のジームスの色こんなのでほうとったらね、まあ、ここまではいかないですけどこういうふうに薄くなってくるっていうことですよね。ちょっと今乾燥しました。どうですかね、ちょっと変わったんかな、まあ、気持ち変わったかなっていうふうに思います、うん、他のオイルも使いながらこれもスプレーするっていうのがいいんかなっていうふうに思いますね、この状態だったらやっぱ黒土入れてやった方がいいかもしれないですね。でちょっとそこら辺アレンジしようかなと思いますのでちょっとお待ちください。このまま終わったら何やねんこの企画っていうので終わっちゃうんでちょっとねいろいろ細工していこうかと思います。結構ね思ったよりも色が入ったような気がします。僕は見た感じですよ。僕が気持ち色戻ったなっていう感じがしてますよね。もう完全に乾いてはいるんですよ。乾きめっちゃ早いですね。乾きが早いで普通にお手入れしていくんですけどちょっとね純系の JG01 で逃してからこれを入れていきます。いきなりこれねベタ塗りするよりかは何かで伸ばしてからこれをねワックス2をうまいことベタ塗りというかこう薄く伸ばしていくっていうのがいいと思います。じゃないと残っちゃうんですよね結局。こういう感じで取りすぎたな。ちょっとずつやった方がいいんですよ。もうちょんぐらいでこんな感じですね。まあいろんな方法あると思いますけどあらゆる手段で色を戻したいと、戻らんかったらこういうふうに変えたりとかでも効果はないことないですよ。やっぱりありますよ。日光から守るってことは少なくともその UV 的な効果があるってことなのでそれはいいですね。だからこうなる前に使おうっていう動画です。そういう話ですよね。こんな感じになりました。でさらにもう一回これ塗ります。黒光りさしていかないといけないなあとこういう時にまあ便利ですね。こんな感じで変わってきました。いい感じの色になってきたと僕は個人的に思ってます。あとはこういうふうにこんな感じになりました。だからオイルっていうのは1種類だけ試して終わりじゃなくて効果がもう少し欲しいと思ったらこうまた使ったりとかね。で軽く最後かけときますけどもうこれは最後ですね。最後の最後に塗るっていう感じです。日々のお手入れをして最後にこれかけるっていうのがいいんじゃないかな。これ単体だけで使うよりかは合わせ技がいいんじゃないかなっていうふうに思います。でこんな感じになりました。というわけで、今日はこんな感じで、グラブ用地防止スプレーというのを使ってみました。皆さんもですねぜひこれ1080円で結構お手頃なんで買ってみてください。ということで今日はこれで終わります。もうすぐ手に体をボロボロなんだ。もうちょっとだけ頑張ってやってから寝るかって迷うところは一つだけ目指せトップ YouTuber。 ありやした今日も来てくれる人がいるよ。これからが勝負なんだぜ。高く石がある道は続いてこう。